今年の全英女子オープンには、19人の日本選手が出場し、予選通過は9人でした。最上位は、西郷真央と岩井明愛の通算2アンダー7位タイでした。優勝はエルコが同7アンダーで、これでメジャー3勝目を挙げました。セントアンドリュースオールドコースは風速10メートル超での戦いが厳しかったですが、日本選手も懸命に戦いました。 渋野日向子は通算14オーバーで予選落ちし、山下美優も同級オーバーで予選突破を逃しました。全米女子オープン覇者の佐藤優香も決勝進出は果たせませんでした。日本女子選手の活躍に期待が寄せられています。佐藤が全米女子オープンと今年の優勝。古江彩香がエビアン選手権で勝利。日本人のメジャー優勝は珍しくなくなったが、全英女子大会は強風で難しい。 リンクスコースでは風を信じることが重要。キャディーと相談し、15メートルは左へ流される、と思えば、その風を信じて思い切り右ラフの上へ打っていく。グリーンから強い向かい風が吹き、クラブを3番手上げるケースもよくある。3番手も上げると迷いが生じ、グリーンをオーバーするんじゃないか、と半信半疑で打つから、グリーンに届かず、 手前のバンカーにつかまる。風と自分の決断を信じることです。並木プロが続ける。あとはメンタルです。T ショットがフェアウェイ右サイドに落ちても右ラフへキックすることもあるし、風を読み間違えてポットバンカーに入ることもある。リンクスでは不運はつきもの。頭と気持ちをすぐに切り替えなければ、イメージした球は打てません。リンクスは、まさに自然との戦い。 全身全霊をかけて臨むことだ。ニトリレディスは北海道桂ゴルフクラブで行われ、21歳の桑木志保が2か月ぶりのツアー通算2勝目を挙げた。桑木は4バーディー、2ボギーの70で回って通算12アンダー。湘南和利トレーナーの存在が勝因の一つであり、湘南氏はインターネット中継で桑木の2勝目を確認し、彼女はセンスの塊で、 一つ伝えるとすぐにそれをものにしますから、とコメントした。桑木は6月末の CAT レディースで初優勝後、トップ10入りを逃し続けていたが、NEC 軽井沢7には予選落ちし、ショットの感覚が良くないと語った。アドレスに入った状態で綱引きのようにクラブを引っ張ってみて、先に左足で踏ん張ってから、右に引く感じで、 クワキのスイングは左重心の左軸で回転した後、頭を右に残してインパクトを迎える。その際、右足はベタ足状態だ。湘南氏はこのスイングの特徴を踏まえてクワキと話し合っていた。これは彼女が自分で作り上げた独特のスイングです。大きな体重移動はしたくないタイプですが、体重は先に左足側に乗ってインパクト時には右足側に乗る。ただ、 長いシーズンの中では感覚的にズレが生じることもあるので、それを戻すためには何をすればいいのかを考えるのも私の役目です。このトレーニングを行った翌日の CAT レディース最終比は、パーオン率100%で5試合ぶりのトップ10入り。ニトリレディスでは、4日間を通して同80.56%だった。25日、北海道 カラゴルフクラブで行われた女子ゴルフの国内ツアー、ニトリレディス最終日。21歳の桑木志保が2ヶ月ぶりのツアー通算2勝目を挙げた。アドレスに入った状態で、綱引きのようにクラブを引っ張る。先に左足で踏ん張ってから、右に引く感じ。桑木のスイングは左軸で回転し、頭を右に残してインパクト。右足はベタ足状態。 湘南氏は特徴を踏まえて話し合っていた。彼女が作り上げた独特のスイング。体重は先に左足側に乗り。インパクト時には右足側に乗る。長いシーズンの中では感覚的にズレが生じることもある。私の役目はそれを戻すために何をすればいいのかを考えること。CAT レディース最終日。パーオン率100%で5試合ぶりのトップ10入り。ニトリレディスでは。 4日間を通して80.56%だった。米女子ゴルフツアー AIG 全英女子オープン最終自重位から72で回った西郷真央と69と伸ばした岩井明愛が通算2アンダーの7位に入り、今季メジャー最終戦を終えた。五大大会での日本人優勝者2人は国別で最多。また、日本勢の出場人数、予選通過者、トップ10入りは過去最多となり、 全5試合でのトップ10入りも初めてとなった。世界最高峰の舞台での躍進の理由に今季、メジャー2戦を現地で取材した本市記者が迫った。聖地セントアンドリュースには、ゴルフの総本山の博物館が併設されている。歴史ある品々とともに、19年に全英女子オープンを制した渋野ひな子のクラブや優勝時のスコアカードが展示されていた。女子選手に目標を聞くと、 多くの選手からメジャーに出たいではなくメジャーで勝ちたいという言葉が返ってくる渋野の姿をきっかけに私もというタイトルに対する意識の変革これが大きな要素の一つだと感じる日本女子プロゴルフ協会は積極的に海外挑戦を促進しており世界で勝つをテーマに掲げています同協会の小林博美会長は 看板選手流出が好循環のきっかけであると述べています。メジャー出場を断念するケースもあったが、22年からポイント制が導入され、国内メジャーの2倍のポイントが加算されるようになり、スポット参戦のメリットが大きくなりました。今大会には19人の選手が出場し、国内メジャーに強い出場義務がある韓国の15人と対照的です。ツアー強化策が功を奏し、 結果が着実に出ています。西郷選手が今季から米ツアーを主戦場にするという言葉が象徴的です。メジャー優勝への壁は遠くは感じない。昨日北海道で行われた女子ゴルフのニトリレディスで岡山市出身の桑木志保選手が6月の資生堂レディスに続き2勝目を飾りました。シーズン2勝は 岡山勢では桑木選手が憧れる渋野雛子選手以来の快挙です。首位と5打差以内に17人がひしめく混戦の中、トップタイで最終日をスタートした桑木志保選手。前半でスコアを2つ伸ばし、首位で迎えた16番のショートホールでは、わずかに外しボギー。3人がトップに並びました。それでも続く17番セカンドショットは、ピンそばにつけるスーパーショット。 バーディを奪い再び単独トップに最終18番はしっかりパーでまとめて大混戦を制し2勝目を飾りました嬉しいです来週岐阜県で開催されるゴルフゴレディスで3勝目を目指すのは RSK 三洋放送女子メジャー最終戦で最後馬を岩井明愛が7位入賞2013年以降 日本勢が年間全メジャーで初めてトップ10入り。過去最多の13人がメジャー5大会でトップ10入り。1983年以前は1人または5人がトップ10入り。課題が明確に。もっとパッティングのスタッツも上げないと。米国女子プロゴルフメジャー最終戦 AIG 女子オープン8月22。 25日セントアンドリュースオールドコース6784ヤードパー72現地時間25日スコットランドのセントアンドリュースオールドコースで行われたメジャー第5戦 AIG 女子オープン最終日首位に3打差の4位タイからスタートしたパリゴリン金メダリストのリディアコが逆転優勝を果たした日本人最高位は西郷馬を岩井明愛の7位タイ 大逆転でのメジャー優勝に挑んだ西郷だったが、連日の強風の中、力尽きた。強風と寒さはこの日も変わらず、選手たちは忍耐の中でチャンスを狙うプレーを求められた。首位に5打差ながら、次期タイから逆転を狙った西郷は、2番で右のブッシュに打ち込むロストボールで、ダブルボギーと苦しい出だし。通算3アンダーで、首位とは3打差で5位タイまで浮上。 10番では2メートルのバーディーを決めて通算4アンダーとしたが。